かここで T シャツを2枚買ったんですけど、なんかすごい本気のありがとうを言われて、なんか本当になんかもっと買ってあげたくなっちゃうような感じで、ありがとう、しかも日本語でありがとう、本当にありがとうって言ってました。本当タイの人明るくてなんかいい人、あとなんか値段交渉はした方がいいかなって思いました。最初は600バーツって言われたんですけど、最後買ったのがいくらだ、400バーツぐらい、3分の2ぐらいになってるんで、多分でももうちょっと安くできそうだったんですけど、まあまあすごいいい人だったんでいいかなと思って買いました。結構ね、シャツのクオリティは触った感じ、なんかいろんなお店あるんですけどいい感じ で、結構日本のシャツとかでもなんかメイドインタイランドとかあるじゃないですか、シャツさんを結構安く買えるからいいなっていう感じですね。種類も多いし、で2枚買いました。でこのプーケットは今服買ったみたいな感じで、ご飯屋さんも屋台みたいな感じでいっぱいあるんで、なんかショッピングセンターとか行かなくても道で生活全部できそうで、なんかいきなりここはなんか破壊されたんじゃないかっていうぐらい何にもいきなりないですね。で空が、天気が怪しくなってきて、またスコールがあるかもしれないですね。シャツもせっかく買ったので一回ホテルに戻ってシャワー浴びて着替えてご飯食べていきたいと思います。ちょっと今雨がすごすぎるんで、ご飯食べに来ようと思ったらすごい雨降ってきちゃって、とりあえず近くにあったレストランに入って今注文してみたんですけど、ちょっと見てください、もう外すごいんですよ。伝わるかな、こんな感じで、もうこれスコールですよね。めっちゃ雨降ってて、もうねどこにも行けないです。こうなるとちょっとここの室内のこんな感じなんですけど、ここ濡れないのでここでご飯をちょっと食べて雨止むのを待とうかなと思います。あ、でちなみにこれさっき買った T シャツです。なんかサイズ感もすごいぴったりで、デザインもなんかシンプルなのが良かったんでいいかなと思って2着色違いを変えました。今ここでチャーハンを頼んでみました。美味しそう。じゃあいただきます。うん、チャーハンだ、うまい。ビーフが入ってるチャーハンですね。なんか特別なことはない普通のチャーハンです。美味しいです。もうそれにしても雨がすごくて、止むのかなっていう感じなんですけど、で本当はここ来る予定なくて、なんかバスを待ってたんですけど、バス停に屋根がなくてこの雨だったんでちょっと待ってたんですけど、もう諦めてバス来なくて、さっきホテルに行った時に降ってた雨はすぐ止んで明るくなってきたんですけど、今外がすごい曇ってて、これ山の方だな、どうしよう。なんか今パイナップルとスイカくれました。なんで雨止まないとここから出られないぞ。ちょっと雨止まないんでもう一個なんか頼もうかな。Thank you。なんかピザとかもあったんですよ。すごいメニューめっちゃ多くて、ほらこういう、でもピザはちょっと食べれんな今。パッタイがあるじゃないですか、これ。もう一回パッタイ行ってみようかな。こっちもパッタイだ。来ました、パッタイ。ちょっと雨があまりに止まないんでパッタイを食べます。この間のパッタイがめっちゃうまくて、ここはどうだろう。あ、うまい。
なんかちょっと違う、あれかシーフードが、この間のとこはエビだったんですけど、イカとかも、イカとかタコとかエビも入ってるんですけど、だからちょっと味が違うかも。でもベースのなんか 甘い感じは一緒で、この透明の麺がすごく合ってるんですよね。まあ、でこっちに白いもやしとなんかナッツみたいなのもあります。味変みたいな感じか。ただね、雨が止まないという、どうしようこれ。もう多分1時間半ぐらいずっと降ってますね。これは日本帰ってもなんかタイ料理屋さん行って食べたいレベルです。めっちゃうまい。タイ来られる方はパッタイすごいおすすめですよ。この間のは豆腐とか入ってたんですけど、これは入ってなくて、お店によって少し違うのかな、きっと。ちょっと味のもやしがよく分かんなかったんで、なんか混ぜて一緒にしちゃいました。多分そういうことですよね。はい、それではちょっと雨が止まないので、この動画このレストランから終わりたいと思います。まだまだプーケットでの旅は続きますので、ぜひチャンネル登録していただいて、今日の動画も楽しんでいただけたらグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、うまいな。